どうもバーマーモスの田中です。今日はですね、定年退職後にバー経営の選択をというようなお話をしたいと思います。と申しますのもね、昨日あるお客様に来ていただきましてね、久しぶりにご来店いただきまして、いろいろお話をしましたらですね、なんと実は今僕もバーをやってるんですよみたいな話になりましてね、そうなんですかって知らなかったですということで盛り上がりましてね、もうぜひ行きますというお話をして終わったんですけれど、本当にですね素晴らしいなと思うんですよね。でですね、以前も数年前なんですけどね、うちのお客様はですね、定年退職後に毎晩のようにね、いろんなところに飲み行かれるような方だったんですけどね、その方よく来ていただいてたんですけど、ある時ね、マスターちょっとここで人気のカクテル 何が出るか教えてみたいなね、いや実は僕バーをしようと思ってねみたいな、一番よく出るカクテル教えてみたいな感じでね、ああこれとこれよく出ますよみたいな、あそっかみたいな。でね、あとちょいちょい来るたびに 2,3 質問して帰られるんですよね。もうそうこうしてる間にね、その方1ヶ月ぐらいで本当にバーをオープンされましてね、めっちゃかっこいいバーなんですよですね。そういうバーで、もう今もね何年 ?3,4 年ぐらいされてらっしゃるんですかね、ずっとね順調にやってらっしゃるみたいで、もう本当に素晴らしいなと思うんですね。でですね、これまず一つ、なぜねこのバー定年退職後にねバーの経営っていうのはいいのかというようなお話なんですけれど、まずですねやっぱりこう何と言ってもね、上手に頑張れば80歳ぐらいまで、全然 もしかしたら90歳ぐらいまでね、そのバーテンダーっていう仕事できるんじゃないかなと思うんですね。そんなにね体力を使う仕事ではないので、そこら辺はですねちょっとできるんじゃないかなと思うんですよね。で実際ね、僕も半年ぐらい前ですかね、福岡の方に行きまして、84歳の方がねされてらっしゃる、50何年間やってらっしゃるバーのねバーに行きましたし、もう一人の方もね56年ぐらいされてらっしゃる方、その方81歳ですかね。その2軒に行ってまいりましたけど、ね、もう本当にお若いんですよ。もうちょっと本当にね、なんていうんですか、すごくこう力をもらってね帰ってきたんですけど、もう自分もこうなりたいなと思ってですね、それだけねやっぱり 年を重ねてもねできる商売かなっていうのが一つですよね。それとですね、もう一つ、そのやっぱり定年者退職をされたっていう方はですね、当然それなりに何らかの業界で長くにわたりですね活躍されて、いろんな経験とか知識とかですね、そう知恵とか、そういったものがあると思うんですね。もしかしたらですね、それらの情報とか経験とか知識を求めている方もいらっしゃるのではないでしょうかね。大体一般的にはそういう方っていうのはですね、経営コンサルタントとかですね、コンサルタント業務に使われる方がすごく多いのかなと、自分でね、コンサルタント業務をされる方多いのかなというふうにも思うんですけれど、いやそこまではないよとかですね、いう方ですね、いや経営コンサルタントもいいけれど、なんか他の切り口ないかなっていう方にはですね、本当にバー経営っていうのはですね、すごくいいんじゃないかなというふうに思ってるわけなんですね。でね、当然その自分はこれをずっとやってきた、これには自信があると言ってもですね、それだけでは当然飯は食えないですよね。それだけのニーズがあるかどうかっていうのはすごい大事ですよね。でもそれをどう結びつけるかですね、自分の知識知恵経験を、その市場のですね、ニーズにどうやって結びつけるかということですよね。ここら辺をうまく工夫すれば必ずうまくいくんじゃないかと思います。ただね、一つちょっと気をつけた方がいいかなと思うことがあります。それはですね、結構退職金をたくさんもらったからといってですね、浮かれてそのバー開業にめちゃくちゃ金をかけるっていうのは、これはね本当にやめた方がいいと思います。そもそもね、そんな何十年もやれる、ごく稀だと思うんですよ、何十年もやれる方っていうのはですね、そんな、飲食業界がですね、そもそもそんな、言い方悪いですけど、そんな甘い業界じゃないんですよね。ですのでちょっと失敗もね視野に入れて、小さく始められることをですね、検討された方がいいと思います。でね、そこでうまくいけばね、どんどん大きくしていくとかいうこともできますしね、最初の1年やってみたらいいものの、全然ね面白くないとか自分に向いてないとかですね、気づいたとしてですね、大金をかけられてたらもう後にも引けないでしょうけどね、小さく始められたんであればですよ、
店を閉めるということも選択肢に掲げられると思いますのでね、とにかくね、やっぱりこうある程度の何らかの、ね、経験とか知識とか知恵ある人がですよ、このまま定年退職してそのままそれを自分の中に閉じ込めたままね、隠居生活をされるというのはね、ちょっとなんかもったいないような気がするんですよね。ですので、ね、定年退職後にバーの経営の選択というのはですね、一つ選択肢の中に入れられたらいかがでしょうか。というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。